イエス・キリストは称えられます。キリストはいつも称えられます。今日は15分いただいているので、時間になったら言ってください。マイクの調子が悪く聞こえにくいかもしれませんが、天国に行けばよく聞こえます。教皇ベネディクト16世はプロエリジェンドポンティフィテのミサでおっしゃったことを、またその後も同じことを言われたのですが、私もこの場で同じ内容を教皇への敬意を払いながらお話しします。本日10月7日は福音においては聖母マリアへお告げの日で、天使ガブリエルがマリアへ熱心にお言葉を捧げたことが書かれてあります。アベマリア、恵み深き方よ、主はあなたと共に、聖人エリザベスの厳粛なお言葉を付け加えましょう。恵まれたお方よ、神の子が生まれるというこの上なく重要なお告げがありました。天使ガブリエルは告げました。あなたは大変偉大な方を身ごもられ、その子は神の子と言われるでしょう。あなたは神の母になるのです。聖母はあまりにも素晴らしい方で言い尽くすことはできません。この謎めいた受胎について深く解明したい方もいるでしょう。マリアは何があろうとも神の子の母であり、神の母です。そして天使たちの王女です。マリアの偉大さをどのように語ることができるでしょうか。もし語るとするのなら、マリアほどキリストに似ている人はいないということです。聖人たちは彼女の偉大さを、そして彼女の謙虚さを素早く見抜きました。神はマリアが大変つつましく控えめであるので彼女を選ばれました。聖母を見ることで私たちはエクスタシー、つまり無我の境地に入れるのです。聖バーナードは著書メモラーレの中で、聖なる母マリアを思い出しましょうと言っています。アッシジの聖フランシスは、他の人たちが真似できないほど聖母への祈りと賛美歌を捧げていました。聖ルイージ・マリア・グリニョン・デ・モーフォルトゥは、私たちは聖母のしもべにならなければいけないと言っていました。なぜならマリアこそ神が作る天国だからです。聖マキシミリアのマリア・コルベは自身を聖母の熱狂的な支持者だと言っていました。聖テレーズは聖母マリアより私たちの方が恵まれているとも言っていました。なぜなら聖母の母は聖母マリアではありませんが、聖テレーズにも私たちにも母として聖母マリアがいてくれるからです。聖人は数えきれないほどいますが、一人残らず全ての聖人が聖母を愛してやみませんでした。私たちは聖人ではありませんが、聖人たちのように聖母を愛しましょう。聖マキシミリアのマリア・コルベは言いました。神は偉大で私たちを祝福します。今日はロザリオのマドンナの日であり、称えましょう。そうすることで明確に聖母への愛を示しましょう。愛する人は愛を伝えることに疲れを感じることはありません。私たちもドンミノテーラが言うように、ロザリオを唱える者たちとしてマドンナを愛し、口にし、念じて、決して疲れを覚えることはないでしょう。聖母に対して神からのお使いの天使ガブリエルと聖エリザベスのお言葉をロザリオを通して伝えましょう。優しさの絆として神に届くことでしょう。聖母は私たちが挫折する時の拠り所であり、私たちの最後の瞬間に口づけを捧げる人です。ロザリオは強力な武器です。何といってもまず第一に、悪魔を避けるために効果的なものです。悪魔はロザリオとマドンナを嫌うからです。ロザリオは私たちを防備してくれます。第2番目のロザリオの効果は、もし私たちが良きことを望むのであれば罪をなくさせてくれることです。そして神の意志に従い信じるのであれば私たちの望みを可能にしてくれます。ロザリオは常に戦いの勝利を収めてきました。そして偽教会と偽教皇に対しても必ず勝つことでしょう。今日の福音は聖母が神へ従うことで締めくくられています。
フィアットミーイセクンドムベルドゥムトゥーム。このことは突然のことでありましたが、彼女は承諾します。聖母はベツレヘム、エジプト、ナザレ、カルバリオの山、エフェソスを巡礼しました。聖母マリアは最後の最後まで神からのミッションを忠実にこなしました。私たちのことについて申し上げましょう。今歴史上の大切なこの時期の私たちの役割、ミッションとは何でしょうか。全ては語れませんが、人生に真新しいことなど一つもなく、歴史はただ繰り返されます。神父の話はいつも同じ内容ですが、必要なものです。聖キアラは飽きることなく神父のお説教を聞きました。神の言葉を伝えるものなどで重要なものだからです。反対勢力が語るエコロジーなどについてのものは間違っているのです。悪魔側は魂の救済については無視し、彼らのためだけの地球を考えています。皆さんは本当のカトリックの教会の状況をよくご存知かと思います。まず私の義務と役目は偽教皇の存在を伝えることです。調べれば証拠はいくらでもあります。これまで長い間言ってきましたが、悪い教皇というだけでは収まりません。彼はサタン教会にとって最高の教皇です。本物の教皇でないことは確かなので、公言する必要があります。カトリック教会の司教たちに送るべき重要な本が2冊あります。1冊目はドン・ミヌテーラが書いたペトロはどこに。ペトロとはシモン・ペトロのことで、イエス・キリストの使徒の一人で初代のローマ教皇です。2冊目は新聞記者アンドレア・チョンチーが書いたラッツィンガーの暗号です。ラッツィンガーとは昨年お亡くなりになられたローマ教皇のことです。司祭たちはビデオで証拠もちゃんと残っているので、ドン・ミヌテーラとアンドレア・チョンチーの話を聞くべきです。あともう1冊あります。マルコ・アントニオ・コロンナの書いたローマ教皇は独裁者ですが、この本は見つかりません。この本に関してはバチカン書店が他国語に翻訳すべきものです。もしこの本を読んだ方なら、本物の教皇ならこんな風にするんだろうかと必ず疑問に思うはずです。ローマ教皇アレキサンデル6世の方がよっぽどマシでした。比べるとアレキサンデル6世万歳と言いたくなるほどです。2017年に書かれたこの見つからないローマ教皇は独裁者ですが、同じタイトルの本が今出版するとするならば、時間が過ぎていろいろな出来事があったので3冊は必要ですね。バチカンは皆教皇に対して恐怖を抱いています。独裁者がこれまでにたくさんの神父たちを解雇してきたからです。周りは教皇が死ぬのを待つばかりで、誰一人何も言えません。不法で教皇の座についた詐欺師でもある偽物を枢機卿たちらは解任させることもできるのですが、異端者でフリーメイソンであり熱狂的なパチャママ崇拝者を恐れています。先日ドン・ミヌテーラが言ったように、彼は教会を騙した不正者として、本来ならスイスの警備隊は逮捕しないといけないのです。本のローマ教皇は独裁者の最後の部分を語りましょう。次の教皇が選ばれる際は、今回のようにスイスのサンガロのマフィアが関係することがないように願いましょうとあります。枢機卿たちが教皇を選びますが、たくさんの枢機卿たちはベルゴリオ、今の教皇の本当の姿を最初は何も知りませんでした。通常なら枢機卿たちは神のための人を選ぶべきで、政治面から選択するべきではないのです。優先されるべきことは魂を救い守る人が選出されなければいけないということです。また本当のキリスト教の内容や福音をきちんと教えてくれる人が必要です。ですが現在の教皇の座には悪の側とグルになっている異端者がついているのです。私たちは汚職に染まらない教会をきちんと守る人が必要です。枢機卿たちは自覚を持って良き行動をし、あとは全てを神に任せるべきなのです。この悪い冗談のようなローマ教皇の出現が再び起こらないように私たちは祈らなければいけません。キリスト教会に対するこのような大惨事が二度とないようにお祈りを捧げ願いましょう。2017年ローマで路上にポスターが貼り出されました。内容はローマ教皇フランチェスコ殿、あなたは多くの教会を閉鎖し神父たちを追放し、マルタ騎士団のリーダーを変え、フランシスコ修道会のリーダーも変え、周りの枢機卿たちのことを完全に無視したと。
最後にポスターには、あなたには人々への憐れみや慈愛がないんですか？と書かれてありました。皆さんはサタンの代理をしている教皇で、本物のローマ教皇ではないとお気づきでしょう。なのですでに身近な神父たちに言ってくれている方々もいますが、この事実をご近所さんや親類の方々、学校や職場、神父や司祭たちに伝えていきましょう。新聞や雑誌、テレビ、フェイスブック、YouTube、Instagram などで伝えなければいけません。私たちが知る限りのすべてのツールなどを通して知らせていきましょう。13億のカトリック信者、そして80億の世界の人々のすべてがシモン・ペトロの座についている偽物の教皇のことを知る必要があります。真実は声に出さなければいけません。真実は止めることはできません。真実は表に出さなければなりません。真実は前進し広まっていかなければなりません。もし仮に今すぐではなく50年後だとしてもです。真実は私たちに自由をもたらしますが、共に痛みを伴うものです。マドンナ聖母マリアの人生は息子キリストが貼り付けにされた十字架の前で終わりました。勝利は確かだと私は言います。しかしながらそこには苦難や苦痛が伴うものです。今日は10月7日です。1571年の10月7日にレパントの開戦があった日です。私たちはこのことを思い出さなければいけません。皆様方の多くの方は家庭の問題などで悩んでいるかもしれません。また以前まで通われた教会の神父たちに対しても不信感を持たれたり、将来に対して不安もあることでしょう。ですが決して恐れてはいけません。イエス・キリストのために死を恐れない人はすでに勝利者なのです。アレクサンドリアのアタナシオスは教会から5回も追放された本物のカトリックの殉教者でした。ドン・ミヌテーラは聖人アタナシオスについて書いた新しい本を出版しました。聖人アタナシオスは当時人として成功者でしたか？いいえ、違います。ですが現在教会は彼を愛し、教会にとって聖人アタナシオスは宝です。逆に詐欺師でペテン師で偽教皇とそのフォロワーたちにおいては最悪な結末があることでしょう。悪者たちは自分で掘った穴に落ち、私たちはこの地球上あるいは天国で勝利を祝うことでしょう。皆さん勇気を持ってください。私たちは聖母マリアと共に前進しましょう。スタットクルクスルームオルビトゥールオルビス。地球は常に回っていますが、その間も十字架は微動だにすることはありません。本日すべてをお話しすることはできませんが、私たちのミッションはお説教では語り尽くすことができないほど重要です。この歴史的週末、黙示録において一番緊急なことは、カトリック教会がマニアクエスティオ、つまり大切な問いに勇気を持って立ち向かっていくことです。それは私たちがベネディクト16世に代わる後継者を探さなければいけないことです。私たちには神と聖母の助けがあります。イエス・キリストは讃えられます。